外国人観光客が増える一方で、留学や仕事のために日本で暮らす外国人の数は現在およそ208万人。震災の翌年に一旦落ち込んだ後、増え続けています。それを象徴するのはこちら。東京入国管理局の前なんですけれども、多くの外国人の方が並んでいます。在留カードの更新です。ビザの更新よ。入国管理局前には毎朝8時半前になると、ビザの手続きに訪れる外国人の長い列が。そんな彼らに日本で困ったことについて聞いてみると、税務署に行った時、手続きはほとんど間違ってたんだ。困ったんですね。どうやって紙の作り方、小さいこのぐらい切りたいです、そんなことを言わなかった。さらに別の場所で聞いても、ゴミのルールもありますとか、そういうことはちょっと難しかった。ブラジルにはゴミの区別はない。食生活がすごくもうエイリアンっぽくて、生魚に対する抵抗も非常に強かったですので、最初は病院に入ってから初めて診察受けるのを3時間後とか1、2回間違った薬が出て、その副作用でまた行ってで帰るという、そういう流れですけど、と日本での暮らしで困ったこともいろいろあるようです。特に多かったのが、一番のショックは全く何も読めなかったことだよ。看板とかメニューとかが読めない。確かに日常生活はあっちもこっちも日本語だらけですからね。そんな日常に困っている外国人がここにも。日本に来て5ヶ月のスペイン人のロベルタさん、セラピストとして勉強するため日本へとやってきました。そんな彼が困っていることとは。これはカレーだと分かってるけど、辛いものと辛くないものの違いが分からない。これとこれの違いも分からない。ロベルタさん、それ最初のやつはハヤシライスです。今度は牛乳の冒険だよ。これは牛がいるから牛乳。これには牛がいないので牛乳か牛乳じゃないかわからない。ここは牛がいるから牛乳です。さらに、米を買ってきてくれと言われたら、これこれこれ、何が書いてるかわからない。読めないからこの米とこの米の差は全然わからない。特にわかりづらいというのが、これを見たら味見しないとわからない。まあね、魚だから塩ですね。ここでもイラストで判断。砂糖は甘いものと一緒に売っていて、塩は香辛料と一緒に売ってると、買い物だけでも一苦労ですが、自宅ではもっと困ることが。これ登録してたけ、What? めっちゃ難しい。何にもわからない。そう、日本語の使い方説明。4ヶ月でいろんな食べ物を無駄にしちゃった。実験だったから、こうしたらこれになる、それしたらそれになるって感じで覚えたんだ。さらに、これは僕にとって地獄のマシンだよ。それが洗濯機。感じ、ライトがついたから打ち上がるのかと思ったよ。
確かに洗濯機には洗い、脱水、除菌などの漢字表記が。外国人も理解に苦しみますよね。またお風呂の使い方も、最初の日はこのボタンを押してアラームを聞いて何か壊れた。緊急で警察とか消防が来るのかと思ったよ。新世界だよ。いろんなサインとか漢字があるし。さらに街中で取材をしていると、何やら区役所の前で石碑に見入っている男性が。 I don't have a bank account, so I don't have a phone number. So today I will try to find a bank. 日本に来てまだ1ヶ月ほどという英語講師のアメリカ出身のチャールズさん、57歳。携帯電話を買うため銀行口座がいるのだとか。We use the Wi-Fi. Yes, and I will use my computer and find the bank somewhere. Wi-Fi を使うために近くのカフェへ。But I'm going to call them because they tell me how to open an account, and they will know where I should go, right? So, can I use your phone, please? 早速取材部スタッフの携帯電話に問い合わせ。Yes, I would like to visit the branch in person and open an account today, if possible. ところが、この表情。Bank will not give me an account unless I have a cell phone. I can't get a cell phone because I don't have a bank account. なんと、携帯電話契約のために銀行口座を開くつもりが、口座開設には逆に携帯番号が必要だと言われたそうです。No phone number, no account. So... アメリカでは電話番号がなくても口座を開けるそうですが、日本ではそう簡単ではないんですね。ここでチャールズさん、何やら調べた後。 I came to Docomo because I hope I can buy a prepaid SIM card so I can get a phone number. If I get a phone number, I can get a bank account. 近くの携帯ショップで先にプリペイド式の携帯電話を手に入れる作戦に。しかし、It appears that I'm going out to Akihabara today. Oh boy! I asked if I can buy a prepaid SIM card. He said, yeah. But he was nice. He said, go to Akihabara, look for Yodobashi camera, and they have prepaid SIM cards. こちらの店舗では取り扱っていなかったため、Akihabara へ向かいます。Yodobashi camera. I have no idea. Well, that's Yodobashi Akita, so is it in there? 早速中へ。およそ1時間後。No. No SIM card, no phone. I almost had a phone, but for some strange reason,I showed him my foreigner card. He said, no, I want the passport. I don't understand. 外国人が常に持ち歩いている在留カードだけでなく、パスポートも必要だと言われ、購入できず。それでも翌日、同じお店にチャールズさんの姿が。It looks like you're gonna get your phone finally. It's so close. So close. I can almost touch it. パスポートも準備して、無事にプリペイド式の携帯電話をゲット。そしていよいよ銀行の口座開設へと向かいます。Could you tell me your phone number and email address? Yes, of course. I have a brand new phone number. I just got it today.
丸2日かけ、ついに念願の銀行口座開設と相成りました。But that's because yesterday I couldn't, and they told me why. I have to bring my ID card and my passport. So if you have your ID and your passport, life is easier. 自分の好きなスタイルにしたかったけど、全然うまく切れなかった。それで絵を描いたの。日本人の髪と質が違うので、カラーリングするのは心配です。どうやらヘアスタイルの問題が多いようです。都内の美容室へお邪魔してみると、やってきたのはアメリカ人のサマンサさん、28歳。今では英語が話せるスタッフがいる美容室に来ているサマンサさん。しかし以前は大変だったといいます。自分の希望をうまく伝えることです。コミュニケーションできるけど、ちゃんと望み通り伝えるのは難しい。かつての失敗談を話してくれました。髪の毛の色は思っていたのよりも違う色になることがあるわ。自分の希望より濃い色になってしまったの。薄めの色が良かったんだけど、薄くなかったわ。サマンサさんは来日4年目の高校教師。聞けば他にも大変なことはあるというので、さいたま市の自宅へお邪魔しました。現在はニュージーランド人のボーイフレンドと同居しています。一体何に困っているんでしょう。自分のゴミは日本のルールで分別しています。ちゃんとすると大変です。別々のゴミ箱があって、これが燃えるゴミ、ここの下はペットボトル、缶と瓶です。燃えるゴミに瓶や缶など4つのゴミ箱で分別。さらに、私のゴミ、ガーベジスケジュールです。外にあるポスターの写真を撮って自分でこれを作ったの。これは自分で作ったゴミ捨てのスケジュール表。例えば金曜日の燃えないゴミの日の下には英語でグラスボトル、つまりガラス瓶と書いてあります。もう一つ困るものは、知ってるボタンだけしか使わない。ピンクは温めるため、青は冷やすため、緑はわからないわ。使ったことのない緑の除湿ボタンを押すと、行くわよ、怖いわ。何をしたのかな。爆発しないのね。なら大丈夫。これは何？除湿。さらにこんなことも。アレルギーの薬を探しているの。花粉症が本当にきついです。花粉症の感じ全然わかんない。やはり苦しむのは日本語の表記。確かに商品や売り場では漢字があふれかえっています。難しいですね。とここでサマンサさん、携帯電話を取り出しました。携帯電話に漢字を書き込むの。そうすると意味を教えてくれるのよ。ああ、咳ね。咳を鎮めるのね。それでも花粉症の薬は後ろにあるのに気づきません。あ
I'll try asking someone then. すいません。 いいですか? はい。 日本語頑張ります。 はい。 花粉症の薬渡しているんですけど。 はい。 4年日本に住んでも日本語の壁は高いようです。 外国人観光客が増える一方で、留学や仕事のために日本で暮らす外国人の数は現在およそ208万人。震災の翌年に一旦落ち込んだ後増え続けています。それを象徴するのはこちら。東京入国管理局の前なんですけれども、多くの外国人の方が並んでいます。 ビザの更新よ。入国管理局前には毎朝8時半前になるとビザの手続きに訪れる外国人の長い列が。そんな彼らに日本で困ったことについて聞いてみると、税務署に行った時手続きはまあね、魚だから塩ですね。 ここでもイラストで判断。砂糖は甘いものと一緒に売っていて、塩は香辛料と一緒に売ってると。買い物だけでも一苦労ですが、自宅ではもっと困ることが。あ、それ教えてあげる。 What? めっちゃ難しい。何もわからない。そう、日本語の使い方説明。いや、俺の選択なんて見ちゃって。いろいろあるようです。特に多かったのが、一番のショックは全く何も読めなかったことだよ。 看板とかメニューとかが読めない。確かに日常生活はあっちもこっちも日本語だらけですからね。そんな日常に困っている外国人がここにも。日本に来て5ヶ月のスペイン人のロベルトさん。セラピストとして勉強するため日本へとやってきました。そんな彼が困っていることとは。 これはカレーだと分かってるけど、辛いものと辛くないものの違いが分からない。これとこれの違いも分からない。ロベルトさん、それ最初のやつはハヤシライスです。今度は牛乳の冒険だよ。これは牛がいるから牛乳。これには牛がいないので牛乳か牛乳じゃないか分からない。 ここは牛がいるから牛乳です。さらに、米を買ってきてくれと言われたら、これ、何が書いてるかわからない。読めないから、この米とこの米の差は全然わからない。特にわかりづらいというのが、これを見たら、 味見しないとわからない。どんどん間違ってたんだ。困ったんですね。どうやって髪の作り方、小さいこのぐらいか切りたいです。そんなこと言わなかった。さらに別の場所で聞いても、ゴミのルールもありますとか、そういうことはちょっと難しかった。 ブラジルにはゴミの区別はない。食生活がすごくもうエイリアンっぽくて、生魚に対する抵抗も非常に強かったですので、最初は病院に入ってから初めて診察受けるのを3時間後とか、1、2回間違った薬が出て、その副作用でまた行って、で帰るという、そういう流れですけど。と、日本での暮らしで困った